演技を中心に、救助も考えたら一番いいんですけどね。1回あたりのさっきはいたけど、今どこ行ったかわかんない。フェーズウォークだね。フェイズボーク。血だらけの人が逃げてる状況でのんびりしてるやつが、そうに決まってんだ。ああ、発電機回る前から捕まると。あ、上で戦ってる。上で、戦ってる。これでは。いいぞ、いいぞ。いや、まあ、もう釣りペースが早いから、もう思いますけども、この試合。これ、戦意喪失してんのかな。まあいいや、動いてなかったら動いてなかったら次のゲーム。味方が頼りない。以上っていう。だったら、まあ、まあ、無理だから。こっちの方に行っちゃったんだな。これの繰り返しだから、もうこの試合はまあしょうがないとして、時間ねえから、もうダメだ、間に合わない。来るよ。あれ、あれだけやりましょう。ポイント稼ぎの一つだと思って、練習だと思って、チェイス練習。リペース早すぎるから、多分どっちみち、まあ8狙いでしょうね。もう残念ながら。まあだよな。トンネルもしないし、頭痛いよね。で、次々次々にと。はい、なる。気になるあれの獲物を探しつつ、ここが発電機回ってるところに常に。困るよね。フェーズウォークで、ね、接近して、捕まえていく。まあ本当の正攻法だから、文句も言えないっていう。うん、ドキャンパじゃないからね、文句も言えない。
だけど、こうなるよね。文句も言えないから、まあ、正攻法だから別に僕らが求めてる。もう無理よねってレベルなんだけど、まあ救助だけしてるから何の機能も食らってない感じだけど、オレルがもう気が動転してもう無理、医療も拒むし、俺も運気も合わせない、まあ、まあ、ハッチ練習だと思ってやろうかな、スペース練習。もう誰だな、っていうかもうほら、まあ、スマジャク一発分ぐらいなんかあるじゃない、そこであっ広いパーク使って一発なんか逃げれればちょっと伸びるぐらいだけど、なんか板当てればもっと最高だけどね。まあ、チェイス練習だと思って気楽にやってます。さ負けには近づいてるけど、まあ、気楽に。わかります、判断は。ハッチ狙いでも。打ってくれるんだったらハッチ狙いすれば。あ、吸ってくれてるから、ハッチ狙い行きますか。救助行っちゃいます？あら、まだしかなくなるけど。自分だから、8狙い行きましょう、8、8、8、8、行きましょう、8、8、もう、まあ、無駄らしい。やばい、うまいか。やられましょう、こうなったらやられ役として。上で。やられ役になりましょう。なるべく上でやる。ごめんでしょ。あ、やべえ。よっぱ。
ねえのか。おい。なんでこんな運が悪いんだろう。どこなんだよ、もうあっちだったのか。ああ、なんでしょうね。いけるな、もう。ちょっと、いけないようにしっかり。まさか、まさかの、まさかの、まさかの脱出、終わったと思ったのに。え？っていう。え？どうして？っていう。どうして見落としたの？っていう。俺も驚き、もうダメだと思って、あ、もうダメだろうなーと思って。え？って思いながら最後になればなるほど。なぜ見逃したんだろうって。油断したな。危ねえ、かじましたね。まさかの。